こんにちは、柳田理香の1日1科学。ベガに織姫のような人が、アルタイルに彦星のような人が本当に住んでいる可能性はないのでしょうか。ベガもアルタイルも自分で光っている恒星です。その表面の温度はアルタイルが8000度、ベガが9000度、とても暑いので生物が暮らすことはできません。でも恒星の周りを回っている惑星の中には生物が住めるものがあります。その代表例は地球ですよね。ベガやアルタイルにも地球のような惑星があれば生物が誕生する可能性があるわけです。現在太陽以外の恒星にもおよそ1800個の惑星が見つかっています。でもアルタイルでは惑星は見つかっていません。そしてベガでは今惑星が生まれている最中であることが分かっています。これはその想像図です。真ん中で光っているのがベガで、この周りにある小さな岩石がこれから集まって惑星になっていくわけですね。アルタイルが生まれたのは今から10億年前、ベガが生まれたのは今から3億5000万年前、太陽が生まれたのは46億年前ですから、2つともとても若い星だということです。地球は太陽とほぼ同時に生まれたので、ベガでは惑星が生まれるのが遅れているということになりますね。今ベガで生まれている惑星にもいつか生命が誕生するかもしれません。そしてアルタイルでもいつか惑星が生まれて、そこで生命が誕生する可能性もないとは言えません。今日の一日一科学。太陽は50億年後に燃え尽きる。この目で見てみたい気もしますが、さすがにこんなに長生きできそうにないですね。また明日。今日の一日一科学。ベガでは惑星が生まれている。生命も生まれるといいですね。また明日。